1月23日、松山市大街道2丁目の松山三越前付近で、ストップコロナ差別、笑顔を守ろうキャンペーンと題した人権啓発活動が行われました。これは新型コロナウイルス感染者などへの差別や偏見、誹謗中傷を解消しようと、愛媛県と松山市が連携して行ったものです。この日は県と市の職員およそ10人が街頭に立ち、人権啓発のチラシやグッズを配布しました。またコロナ差別解消を呼びかけるポスターやシトラスリボンプロジェクトの活動を紹介するパネルも展示され、参加者は道行く人に差別撲滅を訴えていました。誰もが不安を抱えていると思いますが、まずは身近な人がもし感染したらどう思いますかということを思っていただいて、攻撃をするのではなくて、一人一人へのいたわりの気持ち、思いやりの気持ち、これを今一度見つめ直していただいて、ぜひ身近な人と共有をしていただけたらという思いで、本日初めて開催いたしました。普段なら一人一人にお声掛けをし、啓発資料などを手渡し説明をさせていただくところではございますけれども、今現在皆様にも感染対策、十分にお気をつけていただくようにお願いしているところもあるので、感染対策に十分配慮するという形を取らせていただいて、机の上に啓発資料を設置をしていただいて、自由にお持ち帰りをいただくというふうなことで、接触回避にも配慮しているところです。感染された方、あるいは関係するすべての方へのいたわりの心であったり、感謝する気持ちとか人権の大切さを、訴えていければと、考えています。この人権啓発パネルは2月2日まで松山市役所本館1階ロビーにて展示されています。差別も偏見もない社会になるよう、いたわりの気持ちや感謝の気持ちを忘れずに行動していきたいですね。